ガオちゃんの西成チャンネルということで、今日はカル DIY で、靴棚作るので、ちょっと、腹ごしらえします。今日キムチとか納豆とか好きやね。これで DIY のパワーつけて。はい、頑張ります。設計図あんねん。設計図、はい。お、すげえ。これ10分の1サイズにちょっと、新小田さんに設計図ちゃんと書いておいた方がいいってアドバイスもらって、10分の1サイズで作りました。ちょっと今回構造が主線となって動いてるやつでございます。プロジェクト。どっから作るの大変ですね。そんな感じ、一つ今あれが、飯食うたやつがめちゃくちゃ食いたかった。ラブリコっていう、これが、なんか、アマゾンで買ったやつなんですけど、これが突っ張り棒の役割を果たすんですよ。通倍の、通倍の上と下に立てて、さっき通倍やろ。さっき通倍立てて。がっちり固定する、はい、あの、トゲが張ったやつですけど。これも張って。はい、おー。おー。おいしょ。おいしょ。すごい。キープってこれつけただけ。10センチぐらい開けて。1個つけ、こんな感じでもう1個箇所つけます。逆やな。すいません、早速間違えた。早速間違えた。ゼレコになってる。右と左逆でした。ここに段があるんで高さが違うんです。すいません。2分の1外したな。2分の1外したな。2本柱が通りました。これが土台ですね。棟梁やな。棟梁やな。君棟梁やないか。これまっすぐなんかな。君それ棟梁やないか。明るなったね。で、次が棟梁やん、こんな持ってるこれ上、一番上のハイカット用の220センチをスペース空けた、ここを1個目だったんだ。打っていきます。よし。いよいよ。いよいよですね。これは投了感あるで。え？もう計算、あれですね。もう合わへん。220って20やん。あ、そうや、ああ、そうや、そうや。ここじゃない。危な。長い方が。まあ、そうやろうね。知らんけど。知らんけど。ネジ入れるで。投了。入れる。え、釣れてない？あ、まっすぐ行くんか。まあでもちょっとずれてても。はい。こんなもんですかね。ま、今まっすぐですか、はい、え、でも真ん中じゃなくない？行ってみていいですか。あ、こう。やったことある？インパクト。インパクトありますね。こんな家庭用のやつなんで、行きます。行ったれ。あ、ちょっと、わかりました。よくこれ、新小田さんがやってた。あ、はじめちょっと穴入れるんや。はい。穴をちょっと上げて、仮穴。こいつ1時間くらいだとできそうやな。これ一人じゃ無理ですね、絶対。おいていた。あ、ええやん、これ。ぽいぽい。DIY おじさんやで。やってるな、DIY。これですね。思いっきり体重乗せないと、これバカネジになっちゃうんで。あ、そうなんや。うまい方の人でありたい。いくで。はい、お願いします。大丈夫です。あ、あ。おお。おお。あ、確かに力入れない。こっちのネジがバカなんだ。そうなんですよ。空回りするから、ね。あ、どうも。入り込みました。あ、いいですね。お、がっちりやね。いや、いいやんか。はい、一回合わせて。ちょっと遊びやったりするからな。ちょっといい感じです。おー、いい、いい、おー、いいですね。今度は上ですね。おー、これ強度いけるのかな。ちょっとこれね怪しいですね。2個ぐらい入れそうだね、正味。この金具がやっぱりあんま良くないな。これちょっと弱い感じするな。まあ靴ぐらいだったらいけるかもしれないんじゃないですけど、ちょっと怪しいですね。怪しいな。ちょっと強度怪しいな。
これこの金具を金具がなんかいつもダイソーで売ってたやつがなんか全然どこ行っても売ってなくて強めの金具にしようかな。これまずいですね。思ってる奥行きないんだよな。まあ、これはこんなもん。まあ、靴のなんかスニーカーはだいたいなんかねちょっと出そうやん。18ぐらいでいいらしいんですけど、それも相まって危ないですね。確かにな。確かに。え？大丈夫？あ、まあまあまあこれがしっかり。これ怖いなぁ。これがもうこれちょっとあれダメですね、うんうん、この棚向けダメですね。これちょっとこれ中止ですね、一旦これ中止だな。すいません。いやいや、でも、見えたら見えたな。うわぁ、これダメなんや。これやってみな、わからんやつやで。緊急事態で中止でございます。すいませんでした。でも雰囲気も出てるよ。でもこの長さもちょっと怪しいですね、若干。そこの強度さえあれば別に、うん、あそうですね、うん、これ以上多分こっちを長くしてしまうと強度だけやね。ていうかこれをさ3つとかで出すちょっと。ああ確かに。これの1個のやつやったんですけど、これを2個にします。短い気がしますね。こんなん出る？確かにね。どんぐらい出ていけるもんなんですかね。それかこれをギリギリぐらいずらしてっていう、うん、それとまた強度が確かにちょっと出すぎですね。これぐらいで大体のスニーカー乗ると思ったんですけど、思ったより難しい DIY です。ちょっと一回の揉みます。西成チャンネル。後日コード君とちょっと板をこれ安くていいの買ったんで切りました。だいぶ安くていいの買いました、はい、これで靴箱のあれにしましょう、うん、はい、ということで、前回靴棚作る DIY で途中、うん、強度とか、板の感じで頓挫した、はい、失敗した、DIY を再開します、はい、ちゃんとあの、はい、強度面でちょっとあのちゃんと棚受けの金具を買って、これはもう、はい、ちょっと広めの板でちょっとこれはあのこの幅が狭すぎて、これがあかんから、これ使わないっていうイージーミスで、これ使われるからな。こいつかキャンプでちょっとキャンプ用に残してます。この靴棚をここにこの新しい靴棚作って、この狭い玄関嫌やったもんな。マジでストレスでしたね、この狭いとこ。靴脱がれへんもしな、うん、ちょっと今日で仕上げたいと思います。これはマジで売れへんやつの玄関です。ダメなやつらの玄関。ダメな、これは売れません。売れるか分からんけど、最低こうはしとかな売れへんやろっていうような、靴だな。汚かったら、ね、売れへんと思うんで。これ長い方がこう、長い方がこう、そうです、長い方がそうです。こう感じでつけていって、でこれを上に乗せてって。下入れのむずさやな。そうそう、こっちがむずいんですよ。これ真ん中だってる。ちょうど今真ん中ぐらいじゃないですか。おお、ええやん。簡単？簡単さ。柔らかい。こっち柔らかいです。おお、いいですね。おー、いい。ネジこんな。ネジだけに。斜めにしよう。あ。こら！こら！ひらめ完成。上むずいな。はい。どうするかやからね。結構強度あるよ。
これ難しい。手動ドアが早い説ありますか、もしかして。ここ難しい。これ決めます。はい。手動で行ってみます。あ、いたいた。うわ。うわ。入ってこへん。無重労働ですね。いや、マジで怖い。この動画入れといて。はい。ああ。くそ。これやっぱり磯川が回る。最初に穴開けとくべきなのかもしれない。それだけ？それで開くか。あ、もうやっぱり。オッケー。もういけるな、これ。はい。もうこれね、コツ掴みました。で、上ネジが難しいんで、仮穴開けることになってます。仮穴東京。仮穴東京。やっとこれで3段か。これの3倍か。子供に合う。はい。はい。早いよ。はいはいはい。上がってるよ。お、めっちゃええやん。入ってくれ。よっしゃ。バリアないよ。成長。はい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 。ちょっと広めぞ。ここに観葉植物置いても、バチは当たる。そうですね。できたね。空はこんなに青いのに、睡眠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 不足って思い一日。これ下の方が大変やね。結構疲れるなこれ。色も明るいからな。はい。建築って大変ですわほんま。職人やな。職人やな。無重力、無重力やってる。無重力でやってる。宇宙行ってる。宇宙行ってますよね。一人だったらきついな。宇宙旅行どう？しんどいです。これあと何段あります？あと二つ。あともうちょい。じゃあこれ終わった後一段。佐光蔵の宇宙遊泳宇宙遊泳始まります。宇宙行きました。酸素薄い。酸素薄い。宇宙やな。ヘリコプター乗せようとしてる。宇宙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 下からはちょっと入れられんから、あと1段です。じゃあ、皆さんも入り込めないで、さっきの、棚を受け付けておきます。
宇宙遊泳のがやりやすいんか。宇宙遊泳の時はうまかったね。縦の釘はあなた、この釘は私。ドライバーさん、いいですね。最後に1分行動させてくれ。ラストクリー、ついにどうぞ。いった、よいしょよいしょ、できた、できました。石成チャンネル、いやーすげえ、いいな、おぉすげえ、理想通り。いいよいいよ、めっちゃいい。よっしゃー、が入れてすっきりしたらいいんじゃないでしょうか。ファンタグレープあるやん。うまっ、うまっ。ハイパッドが太田さん多いんで、ハイパッドここと上三段とこの辺までが太田さん、この辺まで全然使ってくれてる。上とかで、ね、これ断捨離しましたね。もうちょっと靴欲しいけどな。4、2、3足でやりくりか。サンダルは普段って何て使うもんな。あ、ええやんか、なんかまとまったね。でまとまるレベルだけで靴管理しようかな。ええな。あ、ええな。めっちゃいいっすね。うん、ほんで、こうさ、銀のレジ袋、レジ皿みたいあるやん。あっこに鍵とか入れてもいいかなって。ああ、確かに。まあ、ここにかけるのもええねんけど。うわ、ええな。めっちゃいいっすね、マジで。これ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 。いや、いい。すっきりしましたね。すっきりしたね。気持ちいい。気持ちいいです。気持ちいい。なんか、ちょっと奥にあるし、これは気持ちいいね。ええー、綺麗。嬉しいな。はい、うわ、この床とかも綺麗にしていいけどな。まあ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 。とりあえずやね。これでだいぶでかいね。あ、お疲れ様です。お疲れ様でした。DIY。どうでしたか？めっちゃ気持ちいいですね。しんどかったですけど。ちょっと疲れたね。だいぶしんどかったですけど。はい、ちょっと10日以上にかけて。はい、でも長年の構想の DIY できましたね。はい、ずっとやりたかったんで、やっと成功しました。ちょっと玄関がスッと広がって、でこれ売れる玄関。はい。ですな。通気性最高ですね。ああ、最高でございます。でも1万5千円ぐらいですかね、多分。まあ失敗もあったから。失敗もあって。まあまあまあでございます。ということで。はい。いや、また何かあったらやりましょう。はい、めっちゃ最高でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。西成、西成、西成チャンネル。